瞬間をショップチャンネル。さあ8月23日金曜日ね、もう本当にもう楽しいからスウィンギーなお茶以降のお時間がやってまいりました。今日の担当私島田でございます。で後ろ根津さんダブルでいきますんでお願いします。ダブルじゃないのかね。さあお願いします。なんか最近こうだよなんかね、ヒップホップとか、まあ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 、なんだろういつからこうなったんだろう ね、 なんかね。さあ、今週のテーマ、今日最終回でございまして、夏に食べたくなるものを教えてくださいというテーマで、はい、もう続々投稿いただいております。この投稿テーマを採用させていただいたお客様にはこのゴールドステッカーですね。そしてはい、投稿をお客様の方の投稿を読ませていただいたお客様にはこちらのお茶いこステッカーをプレゼントでございます。さあ最終回もうたくさんありますんで早速じゃあ行きましょうか。まずははいお一人目ザ・クロアッサン様からです。はい、クロアッサン様かき氷ですね。大学生の頃アルバイトをしていた喫茶店のかき氷が地元では美味しいと評判で、夏になるとたくさんのお客さんが食べに来られていました。私にとって地元の懐かしい思い出のかき氷なんで、夏に帰省した時は必ず食べに行っています。今年は久しぶりに帰省できたんで食べてきましたということで、いいですね。かき氷というとさっき僕の話スタッフと話してたんですが、思い出すのが私は結婚する前は、練馬の方に住んでいて、で必ず駅に行く時の途中に必ず通るお店があって、そこはたい焼き屋さんなんですよ。でね、一年中泳げたい焼きが流れてるんですよ。で外に流れるようにずっとだから毎日毎日僕らは鉄板のザーッといつ歩いても流れてるから、あここのお店の人は一日中これ聞いてるんだと、すごいなと思ってたんだけど、で夏だけ限定でかき氷をそこを販売するんですよ。そうすると関西の方ご存知ですかね、ね、あるコミックソングの昭和で活躍したデュオの方たちがいて、はい、氷屋のおっさんに怒られたコリアっていうのがあるのあったでしょ、いろんなバージョンがある。そう、氷屋のおっさんに怒られたコリアっていうのずーっと流れてる、ずーっといつ行ってもエンドレスなんですよ。朝行こうが昼行こうが夕方行こうずーっと流れてて、よく平気だなって、いやいい曲かもしんないけど毎日聴いてたらなんかどうすか、もういつもねかき氷見てあれ思い出す、あ氷屋のおっさんに怒られたコリアをずっと聴いて、あの場所いないか、あの店ねという思い出しましたね。どうでもいい話でした、すいません。というクロアッサン様、はい、ご投稿ありがとうございました。次の方ムッチ様、夏は冷しゃぶが食べるのも作るのも良き、豚肉ともりもりの野菜に、でビタミンも取れるし作るのも楽ちん、わかる。うちは、週に1回必ずしゃぶしゃぶやるんですよ。週1です。毎週必ず私が食事を止めて毎週必ず僕しゃぶしゃぶ食べて、冷しゃぶじゃないんですが、まあ、豚しゃぶね、で、ポン酢と、九条ネギをバッと中に入れて、あとは人弁さんの出汁がすごい美味しいだから、あれを8対1で薄めて、そこに、練りごまとごまを入れて、でネギを入れて、で柚子胡椒をバッと入れて、で豚しゃぶをそれ絡めて食べるんですよ。毎週やるの。でも家族は大概飽きてるんですけど、私全然飽きない。家族いい迷惑ですからね、ずっともうね3年ぐらい引っ張ってるんですよ。ほんと美味しい。でしゃぶしゃぶはおすすめ、ヘルシーだし全部油が落ちるからヘルシーだ、奥さんもなかなか、まあ、別に、まあ、ヘルシーだしいいよねとは言ってるんですが、というようなことをねうちもやってますよ。夏しゃぶしゃぶおすすめでございます。さあ次の方いきましょう。白熊くん様から、島田キャスト還暦おめでとうございます。ありがとうございます。私はもう先週還暦を迎えました。還暦は生まれ直し、赤ちゃんに戻る、いつまでも赤子のような無邪気なままで、時にダンディ時にいじられですよ。
ますますのご発展とご活躍をお祈り申し上げますと。ありがとうございます。いじられ、根津さんいじられケア全然ない。根津さんいじられケアとか全然ないじゃないですか。なんで私はいじられるんですか。え、それはね、あなたがいじってくださいって来るからですよ。お客様ちょっと言いますけどね、この人仕事終わった後にね、あ、明日の勉強とか明後日の勉強とか私たちするんですけどね、私が行くと散々、あーやりたくない、あーもうやりたくない、あー帰りたいって私に向かって言ってるんですよ。これいじれって話じゃないですか。そうやって自分でこの人いじられキャラ作ってますからね。なんでじゃないですよ、なんでじゃ。でこれも振りでしょ、だっていじってくださいっていう。あえてなんかね、仕事終わってほらすぐ帰りたいじゃないですか。でもなかなか明日もあるしなと思って、で横に根津さんがいるんですよ。根津さんに何か言って、何か相手してくれるだろうなと思ってね。うんと、もうすいません、まあ面倒くさいったらあるし、私そう私そう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 、人んちの旦那いじってな、何って感じじゃないですか。そんな本当に面倒くさい、うるさいね、うるさい、なんでマイクオンにするんですか。ダメダメダメ。さあ、というような、ありがとうございました。そしてタンポポ様、島田さんこんにちは。来月父が還暦を迎えます。お酒が好きな父なんで、今まで誕生日にはお酒を送っていましたが、今回は何か他のものでお祝いしたいと思っているんですが、何かいいか、何がいいか全く思いつかず、最近還暦を迎えられた島田さんにアドバイスをいただけたらありがたいですと。なるほど、お酒ね。私は最近ノンアルコールビールです。やっぱ健康のことも考えて、私お酒飲む大好きだから毎日結構飲んでしまっていたので、最近はお酒をもうここは飲んでいいよっていう 時以外飲まないようにしてるんですよ。なのでちょっと真面目なあれですが、美味しいノンアルコールドリンクをプレゼントするね。だいぶ美味しくなってるから、いかがですか、つまんないですか。すいません。という、もう一応なんかアドバイスというところで、なんか喜ばれるんじゃないかと思いますね。というような、はい、お声いただきました。そしてここで、はい、お知らせでございますが、8月26、27日大阪ダマーチャンダイズマートでビッグセール大阪が開催されます。テレビでご紹介したアウトレット品少々訳あり品を特別価格にてご提供しております。そのビッグセール大阪の初日26日にお茶以降の公開生放送を行う予定です。会場にお越しの方、お客様、お茶以降公開生放送もぜひお楽しみください。なおですね、気象条件による中止の可能性もございます。あらかじめご了承をお願いいたします。そしてもう一つなんですが、翌日27日に予定しておりましたショップチャンネル大阪の、尾形キャスト1日店長企画あったんですけれども、台風15の接近に伴いまして見送ることになってしまいました。楽しみにされていたお客様、誠に申し訳ございません。この日はスタジオからお茶をお送りいたします。ご了承くださいませ。さあ、あと1分、来週の投稿テーマですね。きた、まもなく秋市、気になる商品を教えてくださいということで、秋市の準備にそろそろかからなきゃいけないね。もううちのキャスト陣みんな頑張ってますよ、もう来週の準備ね。で多分秋市の準備をしてない2人がこの2人です。何にもまだ何にもまだしない、いけないいけない、いけない。だってほら根津さんリーダーだから、根津さん頑張んなきゃいけないじゃないですか。そう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 、ね、いやいや頑張る、ここから頑張るのが我々ですから。そして何その顔なんですか。さあ、まもなく秋市、気になる商品を教えてくださいということで、尾形キャストとか加工キャスト、三本キャスト、アウトキャストが多分これはおすすめですよなんて話しますんで、さあ来週もぜひハバナイスティー。塾講史上最高峰ザ・リンクル薬用美白セラムがショップスターバリューに登場。シワ改善、美白、保湿のトリプル薬用、お肌にハリ、ツヤ、潤い。